はい、どうも、こんにちは。今回ね、またライフイズストーリーの続きからやっていこうかなと思います。前回は、学校に侵入して、バレたけど逃げ切って、黒エンジに止まって、朝を迎えた後が、ちょっと、まあ、とりあえず続きからやっていこうか。微妙にセーブされてないからさ、あ、なそうんだ。だ、ちょっとこの鳥を外に出してくれるかい？あれだったわ、そうだ。外に出用意してきて、ました。外に出ああ、て、おばさんや黒い宛てじゃなければいいけど。ああ、これあれなんだ。やっぱちゃんと、やっぱセーブができてないからあれなんだ。前回聞いたんだよ。聞いた上で黒へ、罰にしたんだけど、まだ聞いてないことあってたんだ。まあ、鳥見てみようか。鳥が死んでる。めっちゃ死んかでわるよいな。そうこに。の庭めっちゃ死んでんだけど。なんでこんな死んでんの？これは一緒に描いた絵だよね。どうして死んだんだろだよね。電線かな。あ、異常気象じゃない？てか。う。3羽も列になって死んでる。不吉だよ。そうだよね。ブランコ。ブランコに乗ると落ち着く。もう前回乗ったからな。別にいいよね、乗らなくても。前回乗ったからな。だから鳥をとりあえず出してあげればいいんでしょ。鳥さん、あ、てか、あ、見れないんだ。あ、かわいそうに。驚かなんせてダかメだよ怯えてね。るみたい。怯えてるんだったら驚かせちゃダメでしょ。でも現状驚かせることしかできないんだよな、多分これ。じゃあ、やってみようか。鳥さん出てって。ほら飛んで。あ、まだ開けとけばよかったじゃん、もう。マックス。瓶。こんな朝早くから誰がビールを飲むのかな。おじさんじゃないの？ケイトの人生を食い物にしないでほしい。ね、これ。突然の雪と不気味な日食、目次録か、ブラックエルアカデミー生徒が自殺。ああ、まあ、そう、だから死んだことをね、やめてほしいと、ニュースにすんのは。あ、かわいそうに。まだなん開けようかか。怯えてるみたい。まず開けるからさ、外出ればいい。化学物質あんの？あっこ開けれんの、まさか。開けれるんかい。いつか空が赤くなっても不思議じゃないよね。ごめん、鳥さんじゃ大丈夫、こっからまた戻れる。うわー、一周した。じゃあ、戻せねえ。気づかねえよ、女窓がどうこうなんて。てか、まさかこれ、もう能力ないのか？今。バイバイ。元気でな。でも鳥が死んでるからちょっと怖いけどな、あいつも死ぬんじゃないかって。じゃあ、おばさんの朝食待とうか。あの頃見た景色をね、もう一度ね。ね、これ。誰も水やりをしてないみたい。やれよ。うん、じゃあやる、オケよ、だって、それなら。粒入りじゃなくて。ありがとうおばさん。ああ、ごめんごめん。でもここにいたら太っちゃうね。嫌味かしら。いや、美味しいもん食べようぜ。ベーコンエッグ早く食べたいな。ごめんごめん、食べよ。美味しい？ あ、さすがにやっぱおじさんとかクロエと一緒に食べるわけじゃないんだ。ん？あとちょっベーとあコる。ンエッグ早く食べたい食べな。てるだろう。あ、見れるんだね、この間。ピーナッツバター見てなかったから。粒入りじゃなくてクリーミーでよかった。ケイトの人生を食いこれあれ物見にたね。しオッないケーでオッほしい。ケーオッケー。他なんかあるかな。ミルク飲まなくていいの、マックス。喉乾かない？あ、なんか持ってきてくれたよ、おばさんが。あんたに会って、あー、アルバム本っ当すにいか？ろんなこおとをば思い出しさん。たよ。あんたの写真には。何おばさんだっけ？ジョイスおばさんか。オッケーオッケーオッケー。で、友達クロエでしょ？オッケーオッケーオッ到ケー。底及ばないと思うけど、何？あ、私マッのクおスが気に入り撮っのた写写真真家か。も、こんな写真を撮るの、デイビッドは幸せだね。
あの人も私たちの幸せを願ってる、うん、うまく表せないだけで。まあでも本当そんな感じするよな。やっぱレイチェルみたいにこの服着こなせないな。おしゃれでしょう。いつものあんたも素敵だよ。あら、おばあさん。懐かしい。ああ、懐かしいよな。この写真よく覚えてる。誰？そりゃよかった。ウィリアムがこれを撮ったんだ。結局彼の最後の写真になったけど。ああ、重いな。この後すぐに車で出かけて。ああ。そして。うん、そうだったね。てかあれだな、他のゲームで湿っぽくなったね。音量いじってるから。そうだ、この写真をもらってくれないか。ちょっとでけえ音が。この頃のクロエは明るくて生き生きとして前向きで、今とは全然違う。え、これクロエ&マックス。まさか。本当に幸せなあの子を見たのはこの日が最後。全然髪型違くない？あ、噂をすれば。私の悪口言って盛り上がってたんだろ。自意識過剰だよ。ちょっとクロエ、朝から喧嘩を売るんじゃないよ、うん、さっさと食べな。そこ綺麗に染めようぜ。時間を稼ぐからガレージに行って。何をこそこそされてんだい。こっちの勝手だろ。この距離じゃ聞こえるだろ。この家にプライバシーってもんはないのかよ。この距離じゃ聞こえるって普通。聞いただけじゃないか。何をそんなに怒るんだい。あの、お手洗い借りるね。なんだよ、味方してくれないのか。まったくこの子は。あ、もう関係がまずは。少し落ち着きなさい。反抗期だから仕方ないよ。反抗期なんだから。あ、入った。デイビッドのパソコンを調べないと。絶対何か隠してるはず。パソコンしか調べられないんだこの空間。面白いな。使おうぜ。なんで常についてんだよ。電源切ろよ。パスワードがかかってる。クソ親父じゃないよね。まあ、そりゃそうだろう。何か手がかりないかな。まあ、大丈夫かお前。失敗したらお前ブブーってなるんじゃないの。なんかなる。特に何もなし。まあそうだよね。まあありえるけどな、そこにあるものがパスワードっていう可能性は。あ、ちょっと新しいパパパスワードに使ってたりしないかな。うわ、使ってそう。なんか、いや、クロエでしょ、パスワードでか。18歳の誕生日おめでとう、クロエ。君が生まれてきた、来てくれたことを心から嬉しく思う。君の家族になれてよかったよ。あた、愛を込めた新しいパパより。絶対パスワードクロエだって。アルカディアベイ、絶対パスワードクロエだわ。これこう分かったわ。多分クロエだわ。見てみようぜ。でも一応何も入ってない。うん、これは軍用の暗証番号が読み取れる。本当だ。これがパスワードかも。ああ、なんかいっぱいあるね。でもこれ多分黒だと思うな。なんかトースターなんかこう見た目らしくないさ感じなんじゃないの。で、南京錠、南京錠、南京錠。判定わかんないよ。南京錠、南京錠。よし。クロエはもう銃を入手できないね、うん、フランクから盗んで取り戻す以外は。なんかヒントないかな、うん、この ID 番号は使えるかも。本当だ。ブラックエッグアカデミー高等学校警備。これ見たね前。だからいっぱいパスワード候補出ちゃったな。この番号をパスワードにしてたりして。これ運転免許証か。あ、拳銃携帯許可書ね。いやー、しないでしょそんな ID なんか。まあ俺は確固たる自信があるから。多分クロエだよ。この本を何度も読んだみたい、うん、何を学んだんだろう。何これ。あなたが帰るべき家、退役軍人ガイド。退役軍人ガイド、こっちが今あるかもしれないよ、もしかしたら。お、トロフィー。2001年からこんな悪趣味なの飾ってるの。うわ、これ2001年もありそうだな。あ、なんかサンバイザーあるよ。サンバイザー、サンバイザーから読み取れるか。もうプロポーズしてるようなものだね。あなたがお店に来てくれて嬉しいわ。あんたみたいな紳士がまだいるなんてよ。世の中捨てたもんじゃないわね。また一緒に話をするのがとても楽しみ。忘れてないと思うけど、私の名前ジョイスよ。ちょっと、あ、まだ見てない。まだ見てないのあった、ごめん。もうこれがパスワードかも。何これ。通報エルザイナー、
領収書。いや、これパスワードにしないだろ、お前。たまたまその日のレシートからパスワード引っ張ってこないよ。今にも走り出しそう。監視よりもこっちの方がいい趣味だよね。ナイフ落ちてんだけど。デイビッド・マドセンも誰かにとっては恩人なのかも。あ、戦場の恩人へ。これもいけんの？めちゃくちゃあるんだけど。いいね、パスワードに使えるかも。本物の英雄に607測量事業所、めちゃくちゃ候補あるけど大丈夫かな、これ。これあれかな、はで全部出るかな、選択肢に。俺更新しすぎてない？これ大丈夫かな。これをつけた車におばさんを乗せて走ってるところは想像できないよ。結婚か、ファンファーレ、新婚です。へえ。あ、なんかあるよ。デイビッドの両親から。うん、この日付がパスワードかも。ママとパパからのビデオメッセージ。その日付にしないと思うけどな。個人、軍、家族。いや、家族ですよ。新しいパパ、絶対これ。気になる結果は、おーい、外れ。おーい。個人。え、じゃあ、軍。なにこれ、じゃあ違うじゃん、クロエじゃないの。 E2708。 なにこれ、何の数字か忘れた。一気に調べちゃったから何の数字か忘れちゃった。あ、何もない、何もないとこだった。これなんかクロエとさ、あれ結婚した人とかじゃないの。新しいパパ、パスワードに使ってたりしないかな。新しいパパ使えよ、お前。おい、これあれか、何回も失敗したらあれなんじゃないの。これなんだっけ。いや、家族だと思うんだけどな、個人じゃ。この ID 番号は使えるかも。450055。いや、これじゃないと思うんだよな。この番号をパスワードにしてたりして。いや、ライセンスでもないと思うな、これは。で、クロエにしとけよ、お前、パスワード。律儀にさ。なんでよりによって変えてんの。あ、で、これだ、ね、いや、でも3倍さ。わかんない。このレシートが決定台になってたら。もうプロポーズして、これがパスワードかも。あ、これがあれか。さっきのやつか。20011127。もうこれが決定台になってたらワンチャンあるよな。軍としての誇りをまだ持ってるんであれば、軍隊系もありえるよな。いいね、パスワードに使えるかも。607。本物の英雄にって来られてるから、やっぱ結構心に残ってるものはあるかもしれないな。これは？デイビッドの両親から。これがあれか。この日付が2008年があれだよね。家族、これじゃないの。おい、私ハッカーの才能あるね。やっぱその日覚えてんだ。レイチェルはフランクと付き合ってたんだ。誰フランクって。でもどうしてデイビッドが気にするの。レイチェル・アンバーのプロフィール。レイチェルは今週の授業を全て欠席。フランクとレイチェルが再び会う。レイチェル家に帰ら、寮に帰らず。レイチェルを追って東大へ。アルカディアベイ警察報告書、事件番号678、アンダーソンベイ、ベリー。本日2時35分、ブラックエルアカデミーにおいてレイチェル・アンバーを違法薬物の所持で任意で連行。不審な薬品袋を隠そうとしたのを目撃していたキャンパス警備主任のデイビッド・マドセンによって報告された。本官が彼女を取り調べたが、容疑を否認。彼女の持っていた袋からは様々な違法薬物が出てきた。詳細は添付のページ参照のこと。尾行してる暇があったなら、助けられたはずなのに。ちょっと待って、何これ。ケイト・エムはマーシュは毎日同じ通路を通って暮らせ。ケイトとデーナがボールデックスクラブのパーティーのための打ち合わせ、薬か。ケイトと彼女は通う教会を見張る。彼女には聖書の知識がある。ケイトは他の学生よりもバスルームにいる時間が長い。薬か。めっちゃ疑ってんじゃん。ケイトは授業の後ジェファソンを手伝っていた。顎ひげを生やした大人の男は信用ならない。ケイトはボルデックスクラブのパーティー以来引きこもっている。教会にさえも行ってない。薬か。パーティーについてケイトと話をしようとしたが、彼女は動揺し走り立った。間違いない。何これ。気持ち悪い。あ、マックスか。マックス・コールフィールド。オンライン上でメール。マッド・マックス、マックス・バンクター、ノーワール・エンジェル。マクシン・コールフィールド。マックス調べられてんじゃん。クロエに知らせなきゃ。うん、悲しむだろうな。というか、怒るだろうな。
一応戻しとこうぜ、画面大丈夫か。画面戻そうよ一応。このパソコンを調べて答え。うわ、得だね。何これ。もう一応閉めとこうぜお前。気持ち悪い。一応さ、まあいいや、行こうか。あ、母ちゃんいない。洗い物してんのかな。あ、テイラー、マックス大丈夫。私とママのことを気にかけてくれてありがとう。だいぶ前の話だな。あなただけがケイトのことをすごく心配してたよね。ありがとう。テイラーだってケイトを気にかけてたよ。でも彼女を助けられるほどじゃなかった。もし誰かと話したかったらいつでも聞くよ。すごく助かるよ。またね。いい友達できたじゃん。おい姉さん、見つけましたよ。あ、やばいぞ。うまそうだな。あら、なんでこんな時間に。事件の調査で徹夜明けだ。仮眠を取りに来た。やばい。何があったの。クズどもが夜のプールに押し入ったんだ。まったく、どうなってんだこの学校は。ギク、調子に乗った生徒しかいないじゃないか。で、マックス止まってて大丈夫なの。生徒の仕業だって証拠はあるのかい。他に誰がいる。証拠はすぐ揃う。泊まりに来てるのバレてんじゃん。やっぱりここにいたか。レイチェルの服なんか着て何のつもりだ。誰の服かわかるんだ。何が言いたい。お前もクロエも偉そうな口を聞きやがって。マックス目がキリってなってんな。やめてデイビッド、生徒を脅さないでちょうだい。母ちゃん、それだけじゃない。学校に監視カメラまでつける気なんだろう。いい趣味してる。やばい、3対1になるぞこれ。やめろクロエ、それとこれは別だ。私が悪いっての。自分棚に上げやがって。いいからやめろ、黙れ。私が退学になった時、負け犬呼ばわりしたよな。あ、負け犬はどっちだよ。レイチェルとケイトのことだって調査どころか迷惑しかかけてねえだろ。気まず。クロエに味方する、デイビッドに味方する。でもこれはデイビッドに味方することなくない。普通にさ、普通に友達として今までやってきてさ、絶対デイビッドに味方することはないだろう。デイビッドのことをちょっとでもさ、マックスがさ、あ、悪くないのかもって思った瞬間ないじゃん。クロエでしょ。私見たんです、ケイト・マーシュが苦しんでた時、あなたは助けるどころか脅しましたよね。あなたにとって生徒は全員容疑者なんでしょ。ネイサン・プレスコット以外は。生徒も先生も誰もあなたをよく思ってない。その上、あ、ばしんですが、クロエまで仕事だけじゃなくて、めちゃくちゃ畳みかける。周りのことも考えたらどうですか。クロエが問題ばかり起こすからだろう。母さんの気持ち考えようぜ。みんなを監視する口実。じゃあなんでケイトとレイチェルの写真を持ってるんですか。なんだって。それは本当かいマックス。ちょっとデイビッド、なんでそんなものを持ってるんだい。やばいやばいやばい。一体どういうことなのさ。お前らにどうこう言われる筋合いはない、このクソガキどもが。ちょっと落ち着きなさい。お前まで逆らうのか。そうだ、女ってやつはすぐに結託しやがる。あ、なんだとこら、おい、まったく冗談じゃない。デイビッド、ホテルにでも行って頭を冷やしたらどうだい。俺を追い出す気か。ここは喧嘩しとるやん、喧嘩しとるやん。いいや、ここは私の家だよ。名義も私だ。他に言うことは。もう喧嘩なったやん。言っても無駄だろう。多勢に無勢だ。美味しそうだなって。良い一日を。美味しそう。もういい、黙ってな。美味しそうだなって入ってきたのにさ、もういいパパとして入ってきたのに。おばさん、デイビッドを責めたことで私を嫌いになったかな。そんなことはないだろう。そんなことないと思うよマックス。だからここで話しかけるのちょっと怖いな。クロエどこ行った。おばさん話せんのこれ。いや、嫌だな。話せんのかよ。なんでお前話せんの。なんでお前話せるんだよ。でも普通に考えたらここ帰るでしょ。さすがに気まずいもん。なんかあるかもしんねえけど、もうリアルに行こうぜ。クロエ。さっきは感動した。巻き戻して取り消すなよ。オッケーオッケーオッケー。あれでもこれ反省できないのか。学校行けんのかマスカこれ。あ、出れるんだ。どうしよう。でも話しかけんの気まずいよ。ダメだよなこれ。なんか、ここで話しかけるって頭おかしいよな。喧嘩して気まずくなった空間でさ、その元凶となったやつがさ、一人一人話しかけるっておかしいよな。ごめん、じゃごめん、ちょっとこう気になるかもしんないけど、俺はちょっとリアルに行きたいから出るわ。気まずいし。
あ、いろんなとこに行ってんな。てか、デイビッドのパソコンの中にレイチェルとフランクが一緒にいる写真があって、うん、そういう関係だったみたい。そんなバカな、フランクをからかってただけだろ。あ、フランクってあいつか。フラ、こいつか。はい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 。フランクの車を見に行こうよ。なんでだよ。レイチェルのブレスレットを持ってたんだから、他にも何かあるかも。もしそうだとしたら今度こそ殺してやる。あ、これフランクか。フランクいつも食ってんだ。ドアを確認しよう。鍵をかけ忘れてるかもしれない。めっちゃ食っとるやん。あ、でこれお母さんじゃもう出勤してるんだ。本当にあいつとつるんでたの？でワンちゃんいるから、ワンちゃんいるからバレるって。おしまいだぞ。くそ。じゃあこうしよう。私がフランクに金を返すからついてこいって言う。そしたらマックスが時間を巻き戻して私を見えないようにする。その後マックスがフランクに車を確認するように言って鍵を手に入れ、巻き戻して。あれ、クロエ大丈夫？私に任せて。一応ね、一回扉開けてくれればいける。そうに一旦。私は犬の気を引くための食い物でも探すか。どうやったらサクッと鍵をゲットできるかな。え、それ投げかける俺に。食べ物くらいあってもいいだろう。まあ見ようぜ。気をつけて、番犬がいるよ。どこ番犬？あ、家の中にいんのかな俺。家ってか車の中。バカでけえ車に乗ってんな。てか、何、パパ、パパ、マックス、パパだ。連絡を遅くなってすまない。辛いだろうが、お前があの女の子を助けようとできる限りのことしたのはパパもママも分かってる。でも人生には自分の力ではどうしようもないこともあるんだ。それからもしお前がこっちに持って地元の学校に行きたいっていう気分なら喜んで迎えるよ、パパより。パパ、でもまだ家に戻れないよ。また後で。いい親に囲まれてんなお前、本当に。なんかねえかな。てかまあ一旦じゃあ部屋に入った方がいいのかな。あ、またこいつ話しかける。今日は大量でしたか？聞くなよ、うん、雪は降るわ、日食は起きるわ、うん、次は竜巻でも来るのか。あ、異常現象かな、異常気象かな。まあもう、まさか、まさか。まあでもカリフォルニアみたいに地震がないだけマシか。確かに、うん、うん、なんだかめまいがしてきた。今日は大量だといいですね。まあまあそうっすね。今さら転職もできないしな、うん、それじゃまた。またちょ、これ何分から始めたか覚えてねえわ。ちょ待って何分で終わればいいか覚えてねえ。これ短くなっちゃうかもしんない。またお腹が空いてきた。あ、てかバイトかこれ。先にフランクから鍵を手に入れないと。バイトか、母ちゃんじゃないじゃん。チケット売り切れだ。だけどなんとか2枚ゲットして大勢の敵を撃退しないといけなかったけど、まあ敵といっても映画オタクだけど。あ、じゃあ最新作公開なんだ。あ、ごめんごめん、見られた。あ、姉さんいるじゃん。定額になった姉さんと売人のフランクが同じ場所に。あ、でも姉さんにさすがに話しかけないんだ。どうぞ気になさらないで、売人の鍵を盗みに来ただけなので。やっぱそういう感じなんだ。飲んでもいいし、フランクにかけてもいいね、うん、でもビールはまずいから。ビールはまずいから。へへ、プレートこぼすって無理じゃない。のんきに豆なんか食べてる。頭をフルに使うんだ。どうやったらフランクの鍵を奪える。でもさ、一旦じゃあさ、一旦まあ話してみるか。わかんないしさ。あ、ユーキルドケイト書いてるよ。私たち全員が。何これ、何これ、何の予言。何ですかい。た、見づれえなただでさえ英語がすっと入ってこないのにさ、やめてくれないかな。あ、てかテレビの音量とかないの。ないか。しかしそれでは最近の異常気象は説明できませんね。ちょ、一旦仕掛けてみようか。じゃあ、度胸があるな、お嬢ちゃん。あれ、だがクロエとつるんで銃をおもちゃにしようが、レイチェルの服を着ようが、うん、ガキはガキだ。一体何の用だ。
俺の写真なんか撮ったらカメラをぶっ壊す。でもやっぱレイチェルの服って分かってんだな。ね、そうだよね。お前と違ってその服が似合ってたからな。あ、なんだ、この間の仕返しか。あなたの車を調べさせて。いやだね。直球だな。俺に付きまとうんじゃねえ。作戦失敗。あそこにいる警察官か姉さんにでも話しかけてしつこく質問すれば有用な情報を聞き出せるかも。え、これ話しかけれんの？話しかけて大丈夫か？あ、でもレイチェルのことは知ってるか。マックス、大丈夫かい？え、知ってんの？ケイトを止めようと頑張ったのに、その…あー、すいません、本当に残念だったな。本当そうっす。それでもみんなが君を誇りに思ってるよ。ありがとうございます、うん、私より警察の皆さんの方が大変だと思いますけど。まあまあ、そうっすね、多分。君は今やブラックウェルの顔だよ。どうもどうもどうも。アルカディアベイ、ケイト・マーシャ、次って人多いな。多いな、アルカディアベイ聞こうか。アルカディアベイは変な街だと思います？普通の街ならこんなことになってないさ、うん、考えると嫌な気分になるが。あ、なんかいっぱい見えるんだけど。まあ、マドセン聞こうか一応。ブラックウェルの顔はデイビッド・マドセンじゃないですか？今だけだろう、うん、尊敬していないわけじゃないが、いろいろとやりすぎだよ。私とクロエに対してもいろいろとやりすぎなんです。そうみたいだな。クロエはでもあれだもんな。前も銃を盗まれたとか騒いでいたが、思い込みが激しいんだろう。他の人に聞き込みしたまえ、コールフィールド警部。根性な情報はフランク姉さん警官たち使える。じゃあもう一回話せば。何の用だい？あ、聞けじゃ、プレスコット。ブラックウェルの顔といえば姉さんプレスコットでは？とんでもないことを言うな。プレスコット家の噂は知ってるだろう。アルカディアベイの乗っ取り。そんなところだ。プレスコット家は大きな土地取引に乗り出してる。これはあれなのかな、ネイサーの話に使うのかな。取引といえば、プレスコット氏は以前俺の家族を助けてくれてな。え、そうなの？その代わりに取引をした、うん、そしてもう抜け出せそうな。ああ、弱みに握られてるか。もし人生をやり直すことができたら。って関係ないな、朝食に戻るよ。これちょっとすいません、後で話す。ちょっとケイトのこと聞きたかった、ごめんね。ちょっと本職一緒に。あんなこと言わなきゃよかった。巻き戻さないと。え、なんで？あんなこと言わなきゃよかったって。 何？ああ、プロスケットか。あ、それで変わってんだ。でもケイトのこと聞きたいな。ちょっとどうしようかな、聞いてみようか。しばらくはケイトがブラックウェルの象徴になりそうですね。ひどい話だよ、まったく。なんかないかな。消える消える。あの、あなたがプレスコット家のために働いてると聞いたんですが。なんだと？そのことが噂になってるのか。噂にはなってないよ。別に責めてるわけじゃないんです。ごめんて。プレスコット家に困ったことがないか時々調べてるだけだ。姉さんのことも頼むから黙っててくれ。やらしい目してんな。姉さんどうなんだろうな。話したくないけどな、こいつあんまり。レイチェル、んだよ、お前か。あのマックス・アンバーか、イメチェンか。ところで俺を定額にしてくれてありがとう。あ、そこ今定額中か、お前。ここが公共の場でよかったな。警察官もいるダイナーならいくらあなたでも騒ぎを起こさないでしょ。強がっても無駄だよ。なんだと、校長にチクっといて。あのマックス強がらない方がいいぞ。気をつけた方がいいぞ。次、どうしよっかな。警官上が進んでるね。あとはケイトフランクとの仲介。ああ、なるほどね。レイチェルから聞いてみようか。ねえ、あなたとレイチェルはフランクからいろいろ手に入れてたんでしょ？レイチェルはだいぶハマってたみたいだけどな、うん、俺は違うね。嘘でしょ。まるで分かっちゃいねえな。レイチェルがフランクとつるんでたのはそこにいる警官も知ってるぜ。ってお前余計なこと言うんじゃねえぞ。ああ、でこの話がまたあれに警官に使えるんだ多分これ。何の用だ。ほらもう。じゃあちょっとこのパズルあるからちょっと一旦切っていいかな。あの、何分から始めて何分経ってるか忘れたからさ。一旦切るわね。まあ、時間がいい感じだったらまた次回からこの謎解きから始めるわ。じゃあとりあえず、じゃあ今回終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。